仕事もはかどりますし、全然眠くもない。全然じゃない。全然は嘘。こんにちは、ふゆこです。生活感たっぷりの部屋からお届けしておりますが、今回はこちらのですね、フレキシスポットの L 字デスクの紹介をしたいと思います。この動画は2部構成になってて、最初の方が今の使用感ですね。買ってから1ヶ月くらい経ったんですけど、まあめっちゃ良かったっていう感想です。で、もう一つが組み立ての時の様子ですね。どのくらい時間かかったのかとか、私割と非力めな女に見えるかな。一応ボルダリングはやってるんですけど、筋肉ないですね。男性と比べたらやっぱり。そういう女がこれを一人で組み立て立ててどうだったのかっていう感想というか、具体的な内容についてそういう二部構成になってます。で、最初に使用感ですね。テーブルの上に乗せられる重量は55キロまで、標高範囲は低くて73センチ、高くて123センチみたいです。3万7000円くらいしたので結構高い買い物ではあったんですけど、買ってよかったなって思います。正直昇降デスクって上げ下げがめんどくて、スタンディングもできるデスク買ったのにずっと座ってるやみたいな風に、私ズボラなのでどういう風になっちゃうかなって若干心配してたんですけど、このボタン一つで上げたり下げたりできるっていうのがすごい魅力的ですね。簡単に上げ下げできるので、今日は立とうかなっていう気分の時にボタンさえ押せばすぐできるので、そこがすごくいいと思います。一つだけデメリットっていうか、良くなかったなって思った点があって、重いんですよ。組み立てちゃえばもう重いなんてなんてことはないんですけど、組み立てる時にですね、こういったパーツが一つの段ボールの中に入ってくるんですよ。もちろん緩衝材とかはちゃんと入ってるんでそこは問題ないんですけど、その段ボールが重くて重くて玄関まで運んでくれるじゃないですか。玄関から私の部屋まで4メートルくらいしかないんですよ。玄関から割と近いんですよね、私の部屋なんですけど、重くてと移動が大変でしたね。そこがちょっとデメリットかな。まあでも2人以上いれば運べる感じだとは思うので、届いて全然動かせないほど重いみたいな、まあ、象みたいに重いなんてことは全然ないので、そこは安心していいんですけど、女性一人暮らしで、ね、取り入れようと思うと、ちょっと友達呼んだりした方がいいかもしれないです。段ボールを開けさえすれば、一つ一つのパーツはめちゃくちゃ重いというわけでもなくて、一人で持ってる程度の重さなので、開けちゃえば一人でできるかなっていう、そういう程度のものです。そこだけ一点大変だったかなって思ってます。他はね、使用感とかはすごく満足してます。全体はこのようになってますね。今結構下の方で椅子に合わせて座る前提の高さになってます。ズボラさが現れている汚い机でございますが、こんな感じになってて、押してる間に上下するっていう、こういう感じですね。ビーって。ちょっと引きで見てみましょうか。こんな感じ。じゃあ一番高く上げてみますね。あ、ちなみに私身長157センチです。一番高く上げるとこんな感じですね。私の肩よりちょい下くらい。こんな感じです。私は一番高くして使うことはないかな。つま先立ちしてます。身長180センチとかの人はちょうどいいのかもしれない。段階がなくて連続的に変化するので、ちょっと合わないんだよなって時も、1センチずらすとかそういうのもできます。かなり便利です。ここで一番低いですね。試しに座ってみますか、地面に。地面っていうか床か。床に座るとさすがに高いかなっていう、顔の目線とちょうどはくらいなんで、床に座って使うテーブルとしてはちょっと高すぎる感じですかね。もしかしたら材質が高めの人はこれでちょうどいいのかもしれないです。私の使い方はノートパソコン1個あって、こういう液晶ペンタブレットっていうですね、絵描く道具をパソコンの左に置いてます。パソコンの右に置いてるのがゲーム用のモニターですね。この辺にゲーミング用のキーボードとか置いてますね。こういうのとか。完全な L 字というわけではないんですよね。こういうちょっとカクッと、角がカクッとした L 字になってます。L 字と呼んでいいのか謎ですけど、商品名的には L 字だったんで。で、ここの部分がですね、ティッシュ1個よりちょい長いくらいですね。結構在宅勤務とかで眠くなることが多いんですけど、こういう感じで立ってパソコン操作してると仕事もはかどりますし、全然眠くもな、全然じゃない、全然は嘘。眠くもなりにくいので結構これはいいです。で、この画面で私普段ゲームしてるんですけど、ゲームの時もなぜか立ちながらするとはかどるっていうことがあるんですよね。 FPS ゲームをやってるんですけど、
構一日中やっちゃう時があるんですよ。結構ゲーム好きなので。で、そういう時でも、外散歩行くのめんどくさいからしないんですけど、こうやって立ってゲームしてると、多少はね、健康にいいのかなって思ってます。座りっぱなしよりは。かなり作りはしっかりしてますね。ここの厚みは 1.5 センチくらいかな。2センチはないけど、1センチ以上あります。厚みは全部同じです。裏側はこんな感じですね。この後ろのコードは私のパソコンとかのコードなんで汚いんですけど、今下に寝そべって撮るとこんな感じ。ここの2本のコードだけはこの昇降デスクを上下させるためのさっき押してたボタンにつながってるので、そこだけは伸びてます。ここにコンセントにつながる線がこう出てるって感じですね。裏側はこんな様子になっております。で、これ値段的には3万7000円くらいかな。楽天のテキスポット L 字デスクで調べると出てくるんで、誰もレビューを上げてなかったんで、星がついてないんですけど、私としては星5か星4かなって思ってます。で、サイズ的にはですね、ここの角から、ここの角までの、この横の長さっていうのが、ちょうど140センチです。左右対称なので、ここの角から、ここの角までも140センチです。これ私の部屋6畳の和室なんですけど、これシングルのベッドで、シングルをこう縦に置いて2メートルくらいじゃないですか。縦に置いたシングルの余りのスペース、ここからそっちの端までがちょうど140センチくらいなんですよ。なんですけど、このベッドがなぜかここに余白があって15センチくらいあるので、ここのせいで、ここにちょうどこのデスクが入んなかったんですよね。だから、ちょうどぴったしのベッドを持ってる人は、こっちに6畳の部屋だったら入ると思いますし、ベッドじゃなくてマットレスだけだよって人とかも入ると思います。一応電気使いますけど、これのせいで電気代がすごい上がったとかも特にないです。よいしょ。組み立てにかかった時間とかなんですけど、時間はですね、結構ゆっくり休み休みやって、で、4時間くらいですね。これ説明書なんですけど、組み立ての。こういうそれぞれのパーツに分かれてます。で、天板がこういう3枚に分かれてて、それをまずつなげますとか、つなげた後に昇降部分をこの裏にね、ドライバーで入れたりとか、この足の部分をつけたりとかしますね。基本的にプラスドライバーでつけていくっていう作業ですね。ネジとかはこういう感じで付属品で入ってるので、手順に従ってやっていくだけなんですけど、私としては結構重かったですね。なので完全に一人でやるのは無理でした。手順としては、この足のところですね。ここを最初に組み立てるんですよ。こんな感じで。ネジでこうつけてくださいね、みたいな。これ付属のやつなんで、これは買わなくて大丈夫です。こういう真ん中にシャフトっていうんですかね、この上下動かすためのものですよね。をくっつけて、それを固定して、電動のモーターみたいな部分をつけて、で、上に天板を乗せるための支えみたいなのをこうくっつけて、で、次に天板を裏返した状態でボルトを使って3枚の板をつなげました。ボルトで繋げた後にこうやってネジで固定して、逆さの状態で足とかをくっつけるんですよね。ここでネジ止めていくっていう、上に上がったり下に下がったりするスイッチつけたりとかそういうことをします。で、最後に配線ですね。このコンセントに行く配線とかをくっつけて、この配線をした後に、今これテーブルが逆さの状態なんですよ。ひっくり返さないといけないんですけど、結構重くて、何キロか書いてないんですけど、とにかく重くてですね、多分女性一人でひっくり返すのは無理だろうなと思いますね。力持ちな男性でできるかどうかだと思うので、私はちょっと彼氏に手伝ってもらってひっくり返すのだけやりましたけど、ひっくり返すの以外は自分でできたので簡単な作業なんじゃないかなと思いました。ただね、そう簡単とか言ったけど、でも4時間かかるんですよね。はい。はい、では今回はフレキスポットの L 字デスク紹介していきました。私節約について普段は情報発信してるんですけど、こういう風な高いんだけど買ってよかったよっていう厳選アイテムみたいなのもね、今後は紹介していけたらと思います。この動画が面白いと思った方は高評価ボタンを押していただけると私のモチベーションになるので嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。